各部門ごとに決勝大会に進出した4名でアリーナモードで対戦を行います、うん、4名の選択した楽曲をそれぞれプレイし、合計ポイントが最も高いプレイヤーがチャンピオンとなります。残ったファイナリスト4名の登場です。まずは A ブロック1位通過、負けず嫌いの選手権多分優勝、サイロック。続いて A ブロック2位通過、圧倒的パワー型ラッチアー。続いて B ブロック1位通過、群馬の女王ねえカーゼー。続いて B ブロック2位通過、博多のチャレンジャーユウキエーノ。以上、得点ストラミアーケードチャンピオンシップ beatmania。 この 2DX セミナイキャスターは女性。それでは選手が選んだ楽曲の発表です。まずは雪乃選手から。選んだ楽曲はエレメンタルクリエーション、うん、続いてルシアン選手、選んだ楽曲は200&55、うん、そして猫背選手レベル2、うん、サイロック選手メイメイ、うん、メイ。さあ、ということでこの4曲となります。3、2、1、スタート。じゃあエレクリさあ始まりましたね。エレクリですね。果たして下の声がここまで届いてるのかっていう、はい、恐れもありますけど、この音ながら全力で頑張りますので、温かい目で見ていただけると幸いです。さあ、お願いします。よろしくお願いします。さあ、エレメンタルクリエーション。あ、ほぼ全員ランダムですよね。ですね。はい、下の方なんです。はい。さあ、最初からこの横に広い高速帯の。はい。やっぱ、コードがかなり強めになってきます。はい。同時押しがたくさん出てきます。で、一発目なんで、やっぱこの同時押しでいかに押されないかどうかっていうことが結構、まっすぐんじゃないかな。思いますね。この、まあ、同時抜けたあたりで、あれ二重解散ぐらいの3つですかね、このあたり。そうですね、ここが第1回目の難所なんですね。そうですね、結構スコアの要になってくる部分なんですけど、いかにここで脱力できるかどうか。さあ、うわ、結構差が開いてきましたね。そうですね、今のところ猫背、ね、選手が、はい、猫背選手、かなり今日乗ってるらしいという話を、はい、前情報いただいてるんで、でもう相当もうこの時点で結構温まってるんじゃないかっていう感じが。そうですね、かなり、うん、ただ受けてるルシアン選手が結構いい僅差のレベルですね。これは6点差。そうですね、ちなみにこのブレイクも落とせない。まあ、一番の見どころとしてはやっぱこの後のスクラッチと連打ですよね。そうですね、はい、このね、結構スクラッチ走りがちになっちゃうんですけど、さあ、そう、打点差が並んできました。本当にはかなり並んでいる。さあ、ここからまあ譜面の傾向としては、まあ、螺旋階段あとは二重階段の部分が結構出てくるので、まあ、いかにそこで落とされないかですよね。あたり、あ、ここで一気にひっくり返る可能性が。ああ、ちょっと順位入れ替わり。おお、どうだ、これは。最後の最後でわからない。わかんない。さあ、あ、え、え、嘘。3位と2位もすでに変わってる。どうなる。お、この選手逃げ切るか。おお。さあ、ということで、1曲目が終了いたしました。雪の上ランダーエレメンタルクリエーションですが、今のところ猫背が、せーの、3、2、1。スタート。さあ、そうですね、すみません、255で行かせていただきます。ごめんなさい、僕らがよく普段呼び慣れてる方になっちゃってるんですけど、はいはい、あの、これ、噛みそうです。オプションどうなのか、ちょっと気になる。多分全員スパランなのかな。
もうこのレベルまで来るとですよね。そこからはロックしてください。毒に言われてるガチ押しと言われる。はい。はい。曲になります。255の8部の同時押し出しが基本的な感じですね。はい。はい、あ、ケペリのハビシャン選手。エデクリの後の255っていうのもなかなかちょっと腕に負荷がかかる。この2曲目はかなり鍵を握ってるんじゃないかなと思ってますけど。そうですよね。いやでも結構もう差が、ここは事前局のルシオン選手、かなり独走してますね。そうですね。まあまあ先ですもんね。ここで出るのは、はい、ユキノ選手ですね。あ、この本来であればこの16部ってトリルなんですけど、あのこのスーパーランダム使ってちょっと崩して押しやすく、そうですね、まあ、人によっては、まあ、トリルの方がいい人もいたりはするんですけど、なかなかやっぱ当たり外れがかなり大きい曲なので、ここの辺のやっぱりハイレベルな戦いになるとスーパーランダム使う方が多いのかなっていう曲の代表なのかなと思いますね。55、まあ、実質半分、127、8ぐらいの、まあ、16部をもうガチで全部バチバチバチって叩いてるみたいな状態が結構バレずに、ルシアン選手は独走してますが、また2位の方も、もしかしたら最後の16部あたりで、さあ取った、さあルシアンが事前局取りました。さあということで2曲目が3、2、1スタート。さあレベル3ですね。この中で唯一サラ曲、唯一ですね、スクラッチがメインの曲です、と言いながらもまあ、レベル12で。カッコ12みたいな。ここでオプションが分かれて、はい、ハイロック選手だけミラー。はい、ミラーですね。これは、割と、やっぱ練習してきてる感が出てます。腹もちゃんとやってるぞというところが結構伺います。そうですね。はい、やっぱ、ここら辺のレベル帯の選手になると、やっぱり相手の選択を予想して、練習曲取り組んでくると思いますので、そうですよね。対策できるのかな。としては、まあ、150の16部スクラッチが多い。あとは、まあ、この後ちょこちょこ降ってくるバックスピン、実は、まあ、曲を覚えてないと結構難しいポイントかなというところがあります。さあこの辺り、あ、こっからですね。今、ルシアン選手がこうリードというか、まあ、1争いかなり、そうですね、はい、いや、後半です。3人が3人横ばいです。今、はい、現状ぐらいの流れ来てますね。じゃあ分からないねこれは。そうですね、スラッチが濃くなってくるゾーンに突入してくるところで、はい、勝負が結構開いてくるのかなと思います。ただこの、ま、この辺りまではどの口というところですね。ここからバックスピン挟んでからの連鎖、この辺りちょっと難しいですけど、はい、そうですね、はあ、ここで多分じわじわ離れていくんじゃないかっていう。さあ、今あとはやっぱり自然のレコネ選手、はい、そうですね、かなりのリードです。あのスクラッチしたりかなり、はい、で、2人目の方がサイドっていう、やはりやっぱ固定オプションっていうのは結構大きく出てるような気がします。さあ、ここからもうバックスピンクって16部連鎖が、はい、なかなかえぐいんですけど、もうしっかり決めて、さあ、でもサイド選手も結構追い上げを見ている。お、さあ、おー、でもトリプルさあ、ということで、1曲目猫背が取りました、次戦。さあ、ということで、キャストは女性部門グランド、3、2、1、スタート。さあ、来ましたね。BPL ファイナルぶりですかね、いやはい、そうかもしれないですね。確かに、こういう大舞台でのね。はい、そうですね。やっぱり、なんか、こういう場にふさわしいと言いますか。そうですね。はい。ちょっと、ただ、ここからスタートの、あれ、ちょっと位置が不吉ですね、すでに。そうですね。1P 側3番、2P 側5番ですからね。はい。さあ、そこの間に挟まってくるのが、うわっ、
3番、あ、2P でいうとこの、5、3、まあそうですね、はい、どうなんだろうな、このレベル帯の方だったらいけちゃうのかなって思いますが、なんかまあ片手側によるよりはまだ、あ、ただここの入った結構まあちょっと R ランチックな、そうですね、 R ランダムかけた時の配置みたいな、はい、結構、まあ、としましては、まああのまあ、もしかしたらもう知ってる人の方が多いのかもしれないですが、基本的には、まあ、真ん中までは16分、基本的に綺麗な、まあ、ランナーだった。さあ、ここでおさらっと、雪の選手。はい、あ、オッケーですね。赤いヒロキ選手、はい、今日、並んでおりますが。はい、ここからいわゆる低速地帯 PPM が変わります。どうするかですよね。正直軸的には、まあ、スクラッチ取るか取らないかみたいな選択肢もありますね。で、非常に取りづらいですね。この間に入ってくる7番が PP してきて7番、そうだそうだ、さあ、いやちょっと待って、1人だけ抜けている。さあどうなってくるか。おどうかなり譜面が外れてましたけども、正直いくらも焼きたくないような、どうなってしまうんだ。ああ、はい、何でしょう、ここで1台は563あたりだと言われるんですけども、さあ400は超えていく。さあ、あ、それなんて、いやー、いやー、見事、まあ、これ分からなくなりましたね。はい、ということで4局目が終了いたしました。見事第6選手名誉 DJ 猫背選手がチャンピオンということでしょう。The Tens Konami アーケードチャンピオンシップビートマニア 2DX29 キャストアワー女性部門グランドファイナル、栄えある優勝は猫背。さあ、改めまして猫背選手は目の前にありますこちらのトロフィーを高く高く掲げてください。おめでとう。さあ、それではこれよりダンスコロニアーケードチャンピオンシップ、キャストは女性部門決勝大会、トロフィー部門グランドファイナルに進出した4名のご紹介です。まずは A ブロック1位通過、ワン・フォー・ワン・ユー・タカ。続いて A ブロック2位通過、高速ストライカー、うん、イエロー。続いて3位通過、ジ・アバース・パワー、ウラゴン。さあ、ラストはこの方、ポテンシャル無限大、ウーチー。さあ、以上テンスコナミアーケードチャンピオンシップビートマニア 2DX29 キャストアワーフリー部門の決勝大会を競うファイナリスト、それでは選手が選んだ楽曲発表させてください。まずはウッチー選手の選曲ジーン。おー、ということでゆっくりぬるっと言いましたジーンです。さあ、続いてウイロー選手の選曲センス2007。おお、選手はセンス2007、これでもうドルチがちょっと高笑いしてますが、続いてラグ選手スピールニードルレジェンダリア。おお、ここでウィローが大きくね、ちょっとダウンしましたが、その気持ちの表れいかがでしょう。最後にユータカ選手
ワキシン&ワンリングレジェンダー、というケンさんからは驚きの声。以上この4曲が決まりました。 3,2,1 スタート。さあ始まりました、皆さん。いやー、この曲からですか。待ってましたっていう感じですかね。はい、ジーンといえば、まあ基本的にはやっぱ綺麗な16分。そうですね、はい、ひたすら叩き続ける、はい、基礎的な感じの16分続きます、はい。まあ、おそらくこのメンツだと本当1点2点の勝負になってるんじゃないかと、はい、でしょうね、はい、多分おそらく1位から4位まで20点差とかあり得る。そうですよね。まあ、なんとかやっぱあのブレイク向けのクラッチから。そうですね、真ん中のスクラッチが絡んでくる、はい、ガラガラに言われてるゾーンのところで点数がちょっと離れるのかなというぐらい、かなり全員がハイレベルな音を出してくるんじゃないかなと思ってます。あとはやはり譜面のその配置的にちょっと押しづらい配置の方が息が高い人にちょっと分が、まあ、出るかなっていうイメージがあります。そうです、はい。さあ、この音が聞いてこの辺り結構裏のリズムが難しいんですけど、はい、現状もう全然もう並んでるんですね。もう分かりません。まだ分からないですね、この辺りまでは。はい、それだけこの、まあ、フレーズまではほぼほぼ互角と。今のところ豊選手、はい、若干リード。そうですね、10点20点いかないぐらいはいいですけど、はい、ここのクラッチが入ってきて、この入りが嘘ですね。はい、うん、ありません。ありません、ありません。ありません。なんですけど、ここ、はい、基本的にもう、いや、これすごいな。やばいです、もうほぼ全員大体並んで。ただ、これ見に来てるのはラグ選手ですかね、今のところ。はい、選手、ラグ選手、はい。2位争いもまだわからない。かなり大事になってきます。はい、まずここから地味にちょっと2連打が、はい、まあ、絡んでくる。あたりもあんまり指を走らせないように気をつけたいですね。ああ、それやっぱりちょっと1人だけ、はい、あ、全然頭で。いやー、でもわかんないな、これまだ。そうですね、このラストまでちょっとわからない。ここで、おー、ちょっと待って。あーっとー、さあここで1曲目が終了いたしました。見事ゆうたかが逃げ切りましたが、ほぼ横並びという形でした。 3,2,1 スタート。さあ、センスです。この大会でセンス聞くの初めてじゃないですか。いや、やばいですね。さあ、ちょっとあの、うん、あの年号というか2007って入ってるのがなかなかちょっとこう脇腹をつついてくる感じなんですけど、はい、15年前の曲です。はい、いまだに、まあ、難しいと、はい、いうことですよ、セグリティネー。そうですね、BPM がちょっと遅めなんですけど、はい、あ、皆さんスーパーランダムですね。スーパーランダムですね。やっぱり押せる力が高いなだけあって、うん、ランダムじゃないんですね。おそらく、まあ、この BPM 帯だとむしろスパランの方がちょうどいい、まあ、メンツなのかなっていう感じですね。はい、ガチ押しでやめちゃうっていうことですね。そうですね。でこのやっぱガチ押し帯になってくるとウィーロー選手かなりフィールドかなと。はい、そうです。ところで現状今のところは1位ですね。さあ、ただ選手も結構ついでるところで、ただ2位がとチカチカ動いている。まだわからないですね。あ、かなり勝負を握る曲だと思ってますので。そうです、このサラー絡みがちょっと難しいんですが、おちょっと入れ替わりが。いや、これは分かんないな。5点差で3位ですからね、はい、まだ、はい、かなりもう横並びですね。あ、この抜けのスクラッチがちょっと難しい。うわ、おー、いや、ちょっとここでユウタカ選手3位から1位です。そうですね、ただラグ選手もかなり近いところまで行ってる。さあ、わかんないな、これは最後がわからない。さあ、この後のさあウイロー選手の追い上げもありそうな、はい、期待です、はい。さあ、ここから連打が増してきます。で、最後の最後にまたあの8分スクラッチをさばきながらの16分きますので、
最後の1小節でひっくり返るかどうか、はい、あとどうでしょう。おっ、さあということで2曲目が終了です。いやー、さあここの3、2、1スタート。さあ、スティールニードルのレジェンダリアですね。はい、レジェンダリア。この選曲の中では一番、高密度な。そうですね。押す力が多分一番求められる曲ですね。はい、まあラグ君らしい。そうですね。ラグ選手がかなり得意とするフィールドですので、一人多分頭抜けて歴代スコア持ってる感じですね。はい。いや、あ、そうです。これアナザーと比べて最初から全開にむずいです。そうなんですよ、はい、トリルやりながらの16部がかなり増えてるので、この辺りとか基本なんか二重トリルをやりながらクラッチをさばくと2つ目が多いですね。これやっぱあの今現状2ポイント取ってるラグクエンの受点ってところも結構ポイントかなと。はい、そうですね、はい、なんとか受点を守りきりさせて持っていきたいんじゃないかなと。現状、いや、まあ、言ってる通りの1位ですね。いや、そうですね、これしかも、はい、ゆうさか選手が4位になってますので、そうですね、ゆうさか選手がもしここで、まあ、ポイントがなかったとしたら、はい、的には相当ちょっとわからない感じになってくるんじゃないかと。そうですね、こっからかなり展開したりはわかんなくなるんじゃないかと、はい、そうですね、ラーズ選手、ウッチー選手、ゆうさか選手、ウイロー選手になってますけど、まだわかりません。はい、ウッチーが2位ですよ、今。さあこの辺りから、まあ、若干密度は下がるんですが、はい、まあ、気が抜けないです、はい、棚絡みも多いので、はい、いやー、本当にもう動画にしないこんなん落ちて当たり前ですみたいな、ドルで、さあ、じゃあ順位変わらずですね、じゃあ、順位点差、2位と、どうなる、これ、下めりがうまい。おあ、ここで3曲目終了、なんとラグが1位通過。さあここでまた面白くなってまいりました。もう3、2、1スタート。さあラスト、ワキシダリアでございます。これ正直大会で多分見たことないので、はい、マジで展開読めないですよね。BPL のファイナルではストラテジーカードによって無効にされてましたね。はい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 、はい、さあ開幕タラガラミがちょっと難しいので第一の、はい、まあ、壁みたいなところあるんですが、さあここで三田選手が1位で今抜けてると。ただ2位にはしっかりラグ選手がつけてる感じですね、はい、でまああの譜面の傾向を話しますと基本的にはまあ綺麗な16部と、3つ以上の同時押しのラッシュ、はい、が基本的な感じなので、まあ、このレベルのプレイヤーからすると割とまあ精度勝負、どれだけ光るかというところにまあポイントが集中するのかなというところですね、はいはい、さあ今日は最初の点差ですかね。そうですね、最初のやっぱあのスクラッチの部分で若干ユータカ選手リード保ってる感じですね。さ、ただですね、この曲横に広いので1回黄色いグレートを出したいと5点とか最後の方は失点してしまいますので、すぐひっくり返ります。かなりこれメンタルとの勝負ですね。ああ、いやー、ちょっとここからちょっと見守りたいと思います。そうですね、はい、勝負でやりたくはない。いやーちょっと見てらんねーなー。いやー、登場地区地帯を超えると16部がちょっと増えていく、はい、はい、待てですね。さあでここでちょっと間の空いた16部からのこと、ええこう詰めてきてるぞ。どうなる、どう、うわさあということで、局面は僕が終了いたしました。
ゆうたか選手、いろ選手、ラゲ選手、発表いたしましょう。こちらです。圧倒的王者のタカ The Tense Konami アーケードチャンピオンシップビートマニア 2DX29 キャスターはフリーブワングランドファイナル栄えある優勝は王者ゆうたか。おめでとうございます。さあそれでは優勝を果たしましたゆうたか選手、ステージへお越しください。女性部門の猫背に続いてこの KAC 栄えある優勝というトロフィーを今このステージに向かって目の前に到着いたしました。本当にこの10周年というねメモリアルイヤーの中、やはり強かったこの男、いやその強さの陰には必ず努力があるはずです。その努力が実って大きな大きな体重と今なります。トロフィーを高く掲げてください。優勝おめでとう。いつもこの男には任されるんだよな。